四章、兄弟の誓い。なあ、ちょっと待て。やっぱりあんたはただの殺人鬼ってわけじゃなさそうだ。どういう意味や。さっきの勝負、もしあんたがイワンを殺そうとしていたら、俺は頼みを断るつもりだった。お前それ後からやったら何とでも言えるからな。何やと。ここの観客は血を求めて集まってる。だが俺は殺し合いをさせてるつもりはねえ。あんたが人間としての感情を持ってることが分かって安心したぜ。あんたの頼み聞いてやる。支えの居場所を教えてやるぜ。闘技場でのことだがな、あれはあんたを試したんだ。なんやて？あの状況下であんたがどう振る舞うか、それを確かめる必要があった。悪く思うなよ。こいつほんまちょっとカッコつけてるのがちょっと腹立つよな、ほんま。ああ、安心しろ。あんたが戦ったイワン・イブラヒモビッチ、ピンピンしてるよ。さすがにあんたから受けたダメージのせいで医務室にいるけどな。そうか。さて、あんたの頼みだったな。25年前のあの事件の後、笹井はどうなったか。25年前、引退した笹井は上野清和会に命を狙われるようになった。その結果、姿を隠したんだ。数ヶ月後、ある男が半死状態の笹井を西の河原へと連れてきたんだ。ほう。そして笹井はホームレスとなった。え、マジで言うてんの？もしかしたら合ってるんじゃん。そんなことないか。それじゃあ、笹井の親父はまだ生きとるっちゅうことか。ああ。一度は命を落としかけてホームレスになったものの、今もカムロ町で生きている。そうか。ただな。ちょっと、そのなんというか、多分あんたが昔から知ってる笹井という人間ではなくなってる。え？今、連れてこよう。おんねや。ああ、そうだ。連れてきてくれ。うわ、笹井とはえんねや。どんなやつや。え？あれが、親父？うわ、めっちゃみすぼらしい感じになってるやん。ザ・ホームレスって感じになってる。25年前、半死状態の笹井をこの場所へと運んだのは、あの真島だ。真島さんか。これは俺の推測だが、多分、真島はお前の代わりに笹井を上の清和会から守ろうとしたんじゃないのか？あ、親父。うわ、言葉も喋られへんや、まともに。親父、佐江島です。今帰ってきました。無駄だ。もうこの男に自立した意識はない。マジかよ。いくら話しかけても反応することはない。親父、俺です。帰ってきたんです。親父！さあ、親父、さあ、そやろ。さあ、うわ、空泣くて。親父、空泣き漫画な。暗いなことに、なんでや。うわ、めちゃめちゃかわいそうやな、西島。25年間信じてやってきたことが、なんかほんま全部がパーになってんな、今んとこ。どうだ、落ち着いたか。ああ、改めて礼を言わせてもらうわ。
ありがとうな。些細なおやつさんに会わせてくれて。それでお前、この後どうするんだ？俺には、あと一つ、確かめなあかんことがある。真島のことか？そうや。25年前、本当は何があったのか、それを真島本人の口から聞きたいんや。俺の25年がどういう意味があったんか、それを確かめんと死んでも死にきねん。そうだ、お前脱獄囚だろ？警察が嗅ぎ回ってるらしい。警察がお前を神室町で見かけたという情報を掴んだらしい。神室町は警官だらけだ。とりあえず町が落ち着くまで隠れていろ。アジトあるんだろ？ああ。そこでしばらく待て。地下のルートを使えば警官に捕まることもないだろう。お前ならマンホールの蓋を開けられるだろう。そこから近道を通って帰るんだ。ここを出てすぐ脇に近道に通じる入り口がある。そこから神室町のマンホールに出られる。他にも神室町には入れるマンホールがある。それをうまく使ってアジトに戻れ。そうか、わかった。アジトへ。オッケー。じゃあ、サクッとアジトに戻ればいいかな。お、なんや？あ、ここね、マンホールのこと。ここから近道を通って、近村町に出られると言ってたな。よし、オッケー。じゃあ入ろうか。よっしゃ、やっと着いた。10分くらいかかってんけど、マジで。さてと、キドちゃんおるかな？えっ、めちゃめちゃやられてるやん。うーわ、みなみ大作。なんでや。すまん、冴島の旦那。この男が勝手に入ってきて。誰よお前。マジマ組のミナミっちゅうもんや。あんたが冴島さんか。はあ、長いなほんま。マジマ組やと。何しに来たんや。まあ待てや。俺は喧嘩売りに来たわけちゃうんや。あんたを訪ねてここへ来たら、このおっさんたちが飛びかかってきたもんで、ついな。要件を言え。うちの親父があんたに一度会いたいそうや。なんや、昔兄弟分やったらしいな。真島か？で、明日の夜、事務所に来いって。事務所はあのミレニアムタワーっちゅうでかいビルの一番上のフロアや。ま、うちの親父のこっちゃ、なんや、危ない遊びでも考えとるかもしれん。せいぜい準備万端で来ることやな。お？これバトルか？真島と。おいお前、あ？なんや？真島に言うとけ。中途半端な答え用意しとったら、そん時は容赦なくてめえの玉取るってな。はっ、なんや？あんたうちの親父とやり合う気なんか。死ぬで、あんた。ほな。ほな。おっと、真島が冴島を呼ぶんか。まあ、ついにちゃんと話し合おうってことやんな、多分。今日はもう休むか。明日の夜、俺の25年の決着がつく。お、キドちゃん。約束は今日の夜やったな。冴島さん、まだ神室町は警官だらけです。今、地上に行くのは危険ですよ。南とミレニアムタワーで会うのは夜ですよね。夜まで少し休んでたらどうでしょう。冴島さんが休んでる間にミレニアムタワーへ行けるルートを探しておきます。ああ、頼む。休む前に一声かけてください。それまではここにいますんで。夜までまだ時間があるな。ああ、オッケーオッケー。なるほどね。ちょっとサブストーリーとかも進めれますよって感じか。まあ、行くか。冴島さん、夜まで休んでいきますか。オッケー、休もう。ああ、ちょっと休ませてもらうわ。そうですか。冴島さんが休んでる間にミレニアムタワーまでのルートを探しておきますよ。行く。
くんですか、冴島さん。ああ、俺と親父の25年、その決着つけてくるわ。25年ですもんね。せや、25年や。冴島さん、やっぱりまだ地上は警察の奴らで溢れ返っています。こっから地上に出て、そのままミレニアムタワー行くのは不可能でしょう。どうしたらええんや。面倒なんですが、ここは一旦劇場の北から地上に出て、ミレニアムタワー裏から地下に入って、シチュークパークに出てもらって、ピンク通り裏から屋上に出て、少し南に下って、地上に降りて、ラーメン屋の南から地下駐車場を抜けて、中央下水道を経由して、ミレニアムタワー前のマンホールから出るのがいいと思います。えらい複雑やな。やが、わかった。警官を避けるように言ってもらえれば大丈夫だと思います。すんません。結局俺にはこんなことくらいしか協力できなくて。十分や。お前には世話になったな、木戸。冴島さん。いつの間にか仲良くなってるやん。冴島さん。最後に、俺に、一つ教えてください。冴島さんは、後悔してないんですか？25年ですよね。いくら親父のためとはいえ、25年もの時間たった一人無所にいて、それで後悔はないんですか？確かにな。なんでそないなこと聞くんや。いや、ちょっとどうしても聞いてみたくて。そうか。お前も今からなんやでかいことでもしでかそうと思ってんのか。それで迷ってんねやろ。新井の兄貴を助けに裏切んのか。いろいろ後悔か。ないことはないな。人をこの手で殺したっちゅうことは後悔しとる。後悔しきれんくらいにな。そやけど、親父のために無所に入ったとか、それが25年も続いたとか、そんなんは後悔してへん。どうして冴島さんはそんなに強いんですか？別に強ないよ。ただこの世界に入るときに兄弟と決めたんや。極道中生き方を貫こうてな。人からはヤクザ言われるかもしれへんけど、俺は極道中生き方をプライド持って選んだんや。俺の国道は仁義のためにあるんや。冴島さん、かっこいいなあ、マジで。25年前、もし俺があの場から逃げ出しとったら、そんな仁義に反したことした自分が許せんようになって、今よりもっと後悔しているはずや。キドちゃん、腹くくれ。極道の勝負っちゅうのは一度しかない。自分の人生かけてでも勝負する価値のある瞬間が来たときは、腹くくって勝負せえ。後悔する生き方だけはするんやないで。なるほど。はい。そっちの方が後悔するでってことか。頑張るんやで。ほらな。ええこと言うなマジで。キドちゃんもこれで腹くくったな、いろいろ。よし、ミレニアムタワーへ向かえ。南の松ミレニアムタワーに行こう。劇場の北から地上に出て、中道通り下の駐車場を抜け、ミレニアムタワー前のマンホールだ。オッケー。だいぶ長なりそうやな。ちょっとサクッと行くか。さて、やっと着いたミレニアムタワー前。さあ、まじませんか。まあ、多分戦うんやろな。準備してこい言うてたし。おっと、もうおるやんけ、南。わ、しかも、構成員めちゃめちゃおる。ああ、ほんまに来たんやな、冴島さんよ。親父の話じゃ、あんたが本物の冴島さんなら、俺らをぶっ倒せるらしい。ふん、そうか。テストってわけやな。
俺もあんたがどれほどの男なんか試してみたい。本気でやらせてもらいます。俺もあの真島がどの程度の組作ったのか確かめたかったんや。さっさと来いや。おいおい、お前ら、うちの親父が認めた男や。遠慮はいらん。殺すつもりでやったりや。行け。真島組構成員、まあやるか。とりあえず南が出てくるまではゴリッと瞬殺いったろか。よいしょよいしょよいしょ、覚えた技じゃ。いけいけ。いった。今のは痛いな。めちゃめちゃ出てきよんねんけど、こいつら。これラスト戦やな、絶対。さあラストちゃうか。おお、まだ出てくんね。お前がな。わい。さあお前でラストちゃうか。来いよ。はや、南出てこいや。お、来た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 。どれほどの男か試させてもらいます。赤ジャージタトゥー男、お前さ強いんよな結構。まずはお手並み拝見といこうか。おぶれパワーの秋山と違ってこいつパワーやからな。ゴリ押しでいけんちゃうか。おぶれ、やばいやばい、水拳や水拳。おぶれ、水拳強いな。おぶれ、あたー倒れろ。危ない危ない。よいしょ、結構強いね、やっぱり。変則的な動きしてくるからな。ほら、極みじゃ。OK。タックル。あ、やばい、コマンド。丸。これはあんま意味わからんねんな。酒吹きかけるの。正気。お、正気。早いな。バツ。四角、三角。ほら、ボケ。さあ来いよ。あ、まだコマンド。うわ、なんやお前、チャッカーマン持ってる。火炎放射みたいなやるんじゃんかお前。すーげえ極芸師やなお前。全然ヘボ強ないぞお前それ。おっと、オッケー。ういあ、強いね。おれおれ、うわピュッと強っ。やっぱ解放者してくる。危ねえ。うわうわ強っ。バリ食らうやんお前。おれおれおれ、よっしゃそろそろちゃうか。おれボケ、攻めよう攻めよう。おるれ、やばいやばい。うん、タックル踏んづける。オッケーオッケー、いけいけ、おっしゃ踏んづける。攻撃が OK。 ラッシュラッシュラッシュ、なかなか強いね。そろそろ来るやろコマンドなんか。やばいやばいやばい、解放者。こいつま超人的やな。おら、ため攻撃。おら、入れ。おっしゃ、踏んづける。タックルタックル。タックル強いねんな。おら、さあラストため攻撃。あー、ラスト入らんかった。おいおいおい、おらおら、ラストや。おっしゃボケ、レベルも上がったな。いや、ほんま強いわ、こいつ。毎回吹っ飛ばされるし。さすが兄弟や。部下に教育しとるみたいやな。まだや。まだ、俺は終わってへんで。見た光景やな、これ。で、くんねやろ、ために。お、あのジャケット着てるやん。
真島さん。お、親父。再会やな、25年ぶりの。待たせたな、兄弟。真島。お前にはいろいろ言い訳せなあかんねや。場所変えようか。ちょっとつらかせや。お？これマジでバトルーンやったらヤバそうやな。さあどんな話すんねや、お前ら。おっと。お疲れ様です。お疲れ様です。埋め尽くされてるやん。これなら警察も近寄れんやろ。さあ行こうか。なるほど、そういうことか。天神祭りけ。うわ、こんなん街中で見たらやばいな。ビビるよな、マジで。いや、どこまで続いてんねん。どこに行く気ない。俺とお前の遊び場や。どこや。あそこは。あ、バス線か。さ、行くで。俺らの思い出の場所にな。あ、そうやったんや。バス線好きかなんか言ってたもんな、真島さん。冴島と遊んでたんや、ここで。久しぶりに歌えんか。うわ、極みワン思い出すな。左打ち。うぃ、ナイスバッティング。真島。あ？お前、俺がなんでこの町に戻ってきたんかは分かっとんのやろな。ササイのおじきに会うため。それに俺への復讐ってとこやろ。それが分かっとんのやったら、なんでこんなことしてんねん。確かに。俺は25年前の裏が知りたいんじゃ。なんでお前があの日来へんかったんかを知りたいんじゃ。うわ、取った冴島もすごいけど。答えろや。寸止めの真島もすごいぞ。何してんねや。あや、こっち来いや。忘れたんか、俺らの約束。一度この世界に足を踏み入れた以上、義理は貫き通す。絶対に口は割らぬ。それをもし裏切ることがあったら、その時はたとえ兄弟であっても殺す。俺らが兄弟の杯交わした時の約束や。忘れるわけあらへん。今でも一言一句覚えとる。どんな理由があろうと俺はお前を裏切った。ササイの親父を助け出せんかった。うーわ、脱ぎよった。マジム、脱げや兄弟。昔みたいに殴り合うて決着つけて俺に言い訳させてくれや。脱がなあかんねや、やっぱ戦うときは。お前が俺に勝てたらの話やけど。そっかそっか、戦って勝ったら教えてもらえもんな。うらボケ、鬼対タイガや。タイガ言うてもた、トラや。
安心したわ。まだ体はダブついてないようや。25年間無所で毎日鍛えられとったわ。やるか、マジマセン。脳と暮らしとったお前とは違う。それじゃこっちも手加減なしで行かせてもらう。最悪や。ドス持ったマジマ強いね。ところへ行くで。じゃあない。うい、直系マジマ組組長マジマゴロ。やばいぞこれは。危ない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 。ちょっと待て、レベル上がってるからさ、能力上げさせてくれ。よっしゃ、オッケー、やるぞマジマ。じゃ早い早い、動きが早い。うえ、ダメ攻撃。やばいやばいやばい、待って、俺全然体力ないやん。やばいやばいやばい回復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 あったっけ。あれだ、タフネス ZZ、 まず全開しよう。あ、全開じゃないわ。じゃあスタミナ X も使っとくか。よし、オッケー、タックル踏みつける。やばいやばい、いや効くね。さあ来い。やーば、連れんだ。おい、全然効かんねんけど、どうしよう。ガードも割られへんし、やばい、強いて。うるれ、やばい、コマンド丸、三角、四角、バツ。避けたね。危ない危ない。やば、オーラまとってるやんけ。うえ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 。うわ、なにそれ。それはセコいって。それはセコいやろ。おれ、おれ。おれ。極みじゃ。よしよしよし、あと一本。コマンドな。三角、四角、バツか、丸か、丸。よし、うわ、それせこいねんって。終わった瞬間、おれおれおれ、チャージ、うれ。ガードできひんのがつらいな。あぶない、やばい、やばい、やられる、食らうね。タックル、タックルいいタックル。やばいやばい、それやばい、それやばい、それやばいやばいって、どうやって避けんねんそれ。オッケー、でも攻撃チャンスや。オッケー、うれ、踏んづける。やばい、危ない、掴んでみようか。あ、投げれんね。オッケーオッケー、おれ、よっしゃ、やばい、危ねえ。回復しよう、スタミナ XX。 よし、やめてやめて、危ない。極みや、オッケー、覚えた技やいけ、これマジマに使うと思わんかったな。よっしゃ、あとちょっとちゃうか。あ、コマド、バツ、四角、さっきと違うね、三角、止まるや、丸、正気、おっしゃ、ナイス、丸、三角、あら、物足りんぞマジマちゃん。さあラストコンボや。やばい、危ねえ、引くねえ。オッケー、決める、
おら、おっしゃ、なかなか強かったな。さすがやな。どうしたんや兄弟、もう終わりなんかい。もう終わりやっちゅうのかい。兄弟、なんや、お前も俺も変わったな。そうか。昔はもっとギラギラしてた。いつの間にか俺もお前もええ親父になってしもた。お前の関西弁も板についとるやないかい。あ？なんや、バカにしとんのか。いや、ちゃう。ただな、昔のお前は俺にとってもっともっと強かったような気がするんや。だいたいその眼帯はないんや。あ、それも知らんのか。そんなもんしとるから。これは関係ないわ。もうこの目とも25年の付き合いやからな。25年。せや、俺や些細のおじきがお前を失ったあの日、俺はこの左目も失った。柴田組にな。何やと。え、どんどん。まあこんなわけや。まあ両目があった頃よりも実際弱くなってしもたのかもしれへん。やとしたら強すぎんねん。まあ元が強かったからちょうどええわ。兄弟。あ？その左目、あの事件に関係しとるんか。お前があの日こんかったんはその目に関係してんのか。教えてくれや兄弟。あの日、あの時、なんでお前は来られへんかったんや。さあ全部話して仲直りしようぜ。あの上野清和会の襲撃計画、あれは多分仕組まれたことやったんや。多分。せや、せやけど確かめようにも確かめられへんねん。なんで。俺らをはめたかもしれんやつはついさっき殺されたらしい。え、誰なんやそいつは。柴田や。殺された。柴田和夫。おそらく奴が些細のおじきやお前、それに俺をはめた張本人や。ってことは黒幕がおるってことちゃうんか。柴田が殺されるってこと。わあ、第2部完。